溶血業海岸の断面顕微鏡写真。溶血業海岸は火山の噴火によって空中に放出された噴出物が地上に降下した後に噴出物自身が持つ熱と重量によってその一部が溶融し圧縮されてできた業海岸の一種。溶血した岩石が主に軽いからなるものはイグニンブライトと呼ばれる。動音維持で溶の字を使い溶血業海岸と書く場合もあるが 同意である。カルデラ噴火などの大規模噴火によって火砕流が発生すると噴出物が高温を保ったまま火山の周囲に広がり堆積する。堆積物が一定以上の温度を保持している場合、成分の一部が溶融し、堆積物自身の重量によって圧縮され、堆積物に含まれる気候が減少し密度が高くなる。このような過程は溶血と呼ばれ、 溶血によって形成された岩石を溶血業海岩と呼ぶ。溶血にはおおむね摂氏600度以上の温度が必要であり、噴出物が火口から高く吹き上がると冷却されるため溶血が起こりにくくなる。火砕流によらない高かかる一層においても、ごく稀に溶血が起こることがある。堆積層の上部及び下部は冷却が進み溶血しないため、 溶血部の上下に非溶血部を持つ酸素構造となり、溶血層の下部ほど強く圧縮され溶血が進み密度が高くなる傾向がある。噴出物に含まれる比較的大きな軽石なども圧縮されて変形し扁平なレンズ状の黒溶石となり、断面において縞模様が観察される。気候の減少に伴ってガスが発生し、これが地表に抜けるためのガスチャンネルパイプと呼ばれる。 噴気口が堆積層の上部に形成される。堆積物が冷却される際に体積が減少することから地表面に気候状の割れ目ができ、これが地中に及ぶと中上節理と呼ばれる中上の構造になる。溶血業海岸の中上節理は一般に直径数 10cm から 2m 程度の多角形柱の集合体からなっている。 1930年代以前は灰石、または泥溶岩と呼ばれ、溶岩の一種と考えられていた。その後、次第に研究が進み火山噴出物の採溶油によって形成されたことが分かり、1950年代頃から溶血業海岸と呼ばれるようになった。非溶血の火砕流体積物は侵食されやすく、強溶血の火砕流体積物は侵食されにくくなるため、 しばしば深い谷や滝など特徴的な地形を形成する。代表的な例を一家に挙げる。二、溶血業海岸を形成した噴出物及び火山を示す。ありがとうございます。